ホテル日光アリビラの広報担当しております谷嗣と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラウンジアリアからで今日から販売スタートする、秋の収穫フェアというのを開催するんですけれども、はい、はい、秋にシーズンを迎える、シークワーサーとか、紅芋なんかを使った、スイーツやドリンク、はい、はい、を今日から販売します。まずは、はい、チュラコイプリンという紅芋を使ったプリン、下の方にバニラソースが入ってまして、はいはいはい、その上に紅芋のプリンとあと小豆とか、クッキー、黒糖クッキーをトッピングした、紅芋のプリンになっておりまして、こちらが500円で販売しております。他はですね、シークワーサーのタルト、はい、8月下旬から収穫時期になるんですけども、シークワーサー、沖縄の柑橘ですね、はい、はい、こちらをサクサクしたタルト生地に、シークワーサーのクリーム、あとホイップクリームをトッピングした、シークワーサーのタルトとなっております。マロンと、セミドライのイチジク、あとリンゴのコンポートを、アーモンドクリームに混ぜ込んだタルトになってます。で、上にリンゴのスライスを敷き詰めて焼いている、そして、くるみをトッピングした秋の味覚が楽しめるスイーツです。あとドリンクも、はい、秋のドリンクご用意してまして、はい、ちょっと教えてください、はい、シークワーサーミントティー、アイスとホットがあるんですけども、はいはい、ペパーミントとレモンバーベナ、あとシークワーサーが入った、ハーブティーです。甘酸っぱいシークワーサーの香りとミントがとてもリフレッシュ、はい、気分リフレッシュする、はい、ドリンクとなってます、はい、あとお芋のシェイク、紅芋とミルクのシェイクですね。あと、モンブランのカフェ、あと夜、バータイム18時からご用意している、アルコールが入った、アップルモヒートっていう、モヒートをベースにしたもので、リンゴのブランデーと、青リンゴのリキュールが入ったカクテルですね、はいはい、マロンを使ったマロンアレキサンダー、はいはい、アレキサンダーっていう女性に人気のカクテルなんですけども、そちらをマロンで栗のリキュールでアレンジして、はい、作っております。とノンアルコールカクテルでシークワーサートロピカルというトロピカルなドリンクを、うん、はい、リゾートにぴったりなノンアルコールカクテルもご用意してます。